やってくれたなアンチヒーロー。これからアンチヒーロー第2話の感想と考察をネタバレありでお話しいたします。見てない方は TVer で1話と2話が配信されておりますので、ぜひご覧ください。秋純の活躍により、檜山は無罪になりました。それでは、羽木社長殺人事件の真犯人は、檜山啓太でした。佐藤亮と羽木春子、疑ってごめんなさい。いやー、マジか 日曜劇場なので胸クソ展開はないと思っていましたが胸クソ展開でした。ただ、火山は血のついた上着を捨ててただけなので犯人かどうかはわからないという声もあります。ただ、その後の秋住と赤峰の会話から想像するに、秋住は檜山が犯人だと思っています。ただ、秋住はそれでも自分の信念のために火山を無罪にしたのでした。秋住は自分がしていることを正義だとは思っていません。 赤峰に対しては君の正義と言っていますが、自分に対しては私の道を突き進むと言っています。これは自分のしていることが正義ではないと分かっているが、依頼人のために無罪にしたということです。依頼人のためなんですけど、それだけではないと思いますけど。いやー、マジで賛否両論ある結末でした。飽きずみのしていることは弁護士としては何も悪いことはしていません。弁護する被告人の利益を追求することが弁護士の仕事です。 しかも、秋純のしたことは、検察側の不正を暴いた、それだけです。しかも、これが、検察側が主役のドラマだったとしたら、不正をしたとしても、しょうがないよね、という話になります。だって、犯人はわかっているのに、証拠がないから、逮捕されない、という状況なんですから。秋純が不正のことばっかり調べていたので、悪い予感はしてたんですよね。検察が不正をしているからといって、檜山が犯人ではないわけではありません。 でも、証拠が捏造されていることによって、火山が冤罪であるかのように場をコントロールしていました。いやー、参りましたね。殺人犯が野に放たれてしまいました。飽きずにの言い分を要約しちゃうと、正当防衛でしょって話ですよね。確かに、それはわかります。ナイフを持っている殺意ある人間が目の前にいて、自分がナイフを持っていて、殺さなければ殺されるという状況であれば、しょうがないと思います。 ただ、現実にこんなことが起こったら、おそらく正当防衛は成立しません。運が良くて過剰防衛、運が悪ければ障害致死とかになっちゃいそうです。やられなければやられるという被害者なのにおかしな話です。自分が罪に問われないためには、おとなしくやられなければなりません。そんなのは絶対に間違ってます。ただ、今回の火山の事件。火山、カッとなって殺してるんですよね。確かに、羽木社長から日々パワハラを受けてはいたんですけど、 でも殺すのはさすがにやりすぎじゃないって思います私も前の職場でパワハラを受けていたので気持ちはわかります今でも思い出すと腹渡が煮えくりかります5年くらいい経ちまししたたが今ででもぶっ飛ばしたいですそれでもやっぱり殺すのはやりすぎかなと思いますパワハラ上司をぶん殴ったくらいだったら無罪にしてもバランスが取れてると思いますあまりにもパワハラがひどいようだったら会話を録音して訴えればよかったのになと思いますまあドラマだからそんなことしたら話が成立しないんですけど 私は会話などを録音して会社にパワハラ認定させました。さて、檜山は今回は無罪になりましたが、検察側は絶対に控訴していきます。控訴された時も、秋純は弁護に回るんですかね。今回、秋純は何か目的を持って檜山の弁護に回ったと思います。それはおそらく、検察の不正を暴くことだと思います。秋純は、姫の検事と因縁があったとか、そういうわけではなさそうです。 姫野検事は過去福岡にいたのでこの刑務所の人間とは関係ないと思いますだから率先して秋澄がこの検事のことをもともと調べていたということはないと思います今回の裁判のために詳しく調べたのでしょうでもおそらくですが今回の裁判何か不正が行われると思ったから秋澄が担当したんだと思います誰かが秋澄に情報を流したのではないでしょうか 前回の考察動画に木村吉野さんとアンチヒーロー繋がってるというコメントいただきました。ありがとうございます。コメント通り木村吉野さん、緑川ですね。と秋澄は繋がってるかもしれません。ここの秋澄と緑川が見つめ合ってるシーンで緑川少し笑ってるんですよ。だから目的のために緑川は検察側にいるのかもしれません。この仲間であることはきっと序盤で判明するでしょう。だって名前にわかりやすく色が入っています。 秋み陣営には全員色が入ってますから。さて、ここからはドラマの謎についてまとめていきたいと思います。まずは謎の少女、サヤ,サヤは児童養護施設、夢未来の家に住んでいます。そして、前回リードを2本買っていたことを疑問に思っている視聴者の方がいました。そっくりですが、このドラマ、犬が2匹います。秋みと一緒にいる方の犬がミル。鞘と一緒にいる方の犬がマメです。 元々は誰が飼っていたかはわかりませんが、きっとコーヒーが好きだったんでしょうね。コーヒー豆を引くための道具見ると、コーヒー豆の豆。サヤが児童養護施設にいるということは、ズミと鞘は親族ではなさそうです。親族だったらズミはお金もあるので引き取るでしょう。そんなズミと鞘のことをシノミ宮は調べています。シノミ宮はスパイなのか、ただ個人的に調べているだけか。この付箋から見て鞘のことを報告してくれている関係者がもう一人いそうです。 それは誰かまだ分かりませんね。鞘の親族はおそらくこの男性だと思います。この垂れ幕が伏線であればこの人は小国智弘さんです。秋純はこの男性に面会を求めていますが、男性はそれに応じてないようです。私はもともとこの男性は冤罪だと思っていましたが、もしかしたら冤罪ではないのかもしれません。秋純は要約するとやられそうな時には守るためにやるよねっていう話をしています。 だからこの男性も守るためにやった側の人間なのかもしれません。でも正当防衛が認められずにこの男性は捕まってしまった。それを秋澄は助けたいんだと思います。その事件に桃瀬玲子が関わってくるんだと思います。だから亡くなったのが2018年なので6年前の事件ですね。桃瀬玲子、生きていたら現在46歳。秋澄の年齢はわからないので演じている長谷川博之さんの年齢になりますが現在47歳。 年齢が近いことそしてこの表情からして恋人だと思われますもしかしてさや桃瀬玲子の娘という可能性もありますねこれは完全な予想ですけど6年前に通り魔事件のような凶悪事件が発生その場にいたのが刑務所の男さやそして桃瀬玲子犯人が桃瀬玲子を刺す次にさやを刺そうとした時刑務所の男が守るために犯人を刺した これが過剰防衛なのか、障害致死なのか分かりませんが、捕まった。そんな流れかもしれません。次にこの謎の男。この人の名前は松永だと思われます。赤峰はこの男の冤罪を晴らしたいんだと思います。メモから察するに、真犯人は小一郎。小一郎側の人間が現場に居合わせた人の証言を買収して、松永に罪を被せました。このメモを見ると、吉田誠二の指示となっております。 議員秘書と書いてあるので、吉田聖司は議員なのでしょうか。来週、議員の息子の暴力事件を無罪にするように、秋純は動くと思います。だから、来週弁護するのが章一郎なのでしょうか。罪をかぶせられた松永、かわいそすぎます。一話と二話は、なんだかんだ言って秋純は弱者の味方です。耳が聞こえづらい尾形の、上司から被害を受けていた檜山や三浦の味方でした。 でも議員の息子で暴力事件ってこれだけ聞くと全然弱者じゃありませんしかももし小一郎だとすると暴力事件を何回も起こしていますただ無罪にするだけではなく何かあるんですかね最後に立原と緑川が話しているこのシーンここに誰かいますなんとなくですが立原と緑川は立っているのにこの人は座っている気がしますそして立原が同意を求める感じが子供に話しかけているみたいです だから、この人物、鞘だったりするんですかね。鞘だとしたら、なぜ、伊達原のところにいるのでしょうか。これに関しては全くわかりません。普通こういうドラマって、全対悪なんですけど、アンチヒーローは悪人対悪人っていう感じがします。アンチヒーローはマジで予想がつきません。さて、予想がつかないといえば、別件ですが、約束16年目の真実の考察をコミュニティの方に投稿しました。 コミュニティどこかわからないと LINE いただいたのですがチャンネルページのここにあります約束16年目の真実も予想がつかないので見てない方はぜひご覧くださいそしてドラマを見ましたら私の考察も読んでいただいてよかったらグッドボタンよろしくお願いしますということで来週のアンチヒーローも楽しみですねここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします来週もアンチヒーローの考察動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです 公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。仲良くしましょう。LINE Pay や PayPay、天義婦で投げ栽もできますのでよろしくお願いします。100円でもバカみたいに喜びます。そしてメンバーシップ始めました。最優先の90円です。メンバーシップ100人超えたら月1で限定動画をあげますのでよろしくお願いします。この動画はうごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。